鈴木親長は、日本における初期のプロテスタント信者、万生者の鈴木重太郎の父、品の国枝藩誕生奉行の松村近方の三、男に生まれ、嘉永四年、同藩士の娘、鈴木忠と結婚して、鈴木家の婿になった。藩公明林道や部学校の指南役になったが、明治維新後の実力処分で失職した。明治五年に、一家で上京し、 管理として学校係に就任した時に購入した書籍の中から旧約、新約聖書を見つけて読み出した。旧藩主、松平忠則の弟、松平忠四が築地の長老派教会に通っていることを知り、息子の重太郎と一緒に教会に通うようになり、リビット・タムソンの講義を聴講した。その後、松平忠四が洗礼を受けたため、鈴木親子も明治七年に、 タムソンから受選した。1878年11月工事町の抗議書が火災で消失したため、横浜石川町に移り住んだ。オリバー・マクリーングリーン宣教師の日本語教師になり、教立女学校の国官の講師に就任した。また、日本最初のプロテスタント教会である日本、キリスト教会の出事になった。教理の上田でも布教活動を行い、休範し、 稲垣真と共に、明治9年設立の上田キリスト公会の基礎を据えた。明治13年埼玉県は古協会に牧師として、不任。息子の十太郎、娘の金、金の夫、渡辺勝、る、与田つとむさんが、万聖社を設立して、北海道開拓に渡る際に同行し、7年間、十勝で開拓に従事した後、妻の時期と一緒に横浜に帰り、 都家地国移住案内を表して、北海道移住を奨励した。1896年頃から仏教書を読み始めて、仏教に傾倒し始めるようになった。1897年に、ウンテラシリししから受会を受けて、従前会に入会し仏門に入った。1903年に死去する。ありがとうございます。